皆様こんにちは、絵画骨董買取プロ金子でございます。今日はですね、小磯良平先生のご案内をさせていただきます。小磯良平先生はですね、神戸にお生まれになりまして、昭和63年に85歳でお亡くなりになるまで、ずっと神戸を地元として活躍をされてこられました。現在でも美術館、大変、貴重な美術館、神戸市にございますけれども、小磯先生の作品の中でもですね、絵画骨董買取プロが探しておりますのは、こういったバレリーナを描いたシリーズ、このシリーズが大変人気でございまして、小磯のバレリーナとも呼ばれておりますけども、バレリーナの作品を非常に探しております。その他にもですね、こういった人形を描いたシリーズですとか、あるいは外国人の婦人を描いた肖像画のような作品もですね、非常に評価が高いので、小磯良平先生の油絵のお作品、またはパステルのお作品お持ちでしたら、ぜひ私どもで一度評価をさせていただきたいと思います。絵画骨董買取プロ、小磯良平先生のお作品、油絵もパステルも、それから版画もですね、全部まとめて評価をさせていただきたいと思います。確かな知識でお答えしております。こういった LINE を使ってですね、簡単に画像を送っていただきますと、スムーズに話が進むこともございますので、フリーダイヤルあるいはパソコンを活用して、ぜひ私どもで評価をさせてください。ご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。